京都サンガ FC 吉野恭平選手です。首位湘南との対戦でした。まずは90分振り返ってお願いします。そうですね、まあチャンスが何回かあったんでしっかり決めることができれば勝ち点3取れた試合だったし、まあ、自分たちの状況的にも勝ち点3しかダメな状況なんで、まあ、勝ち点2失っちゃいましたけどゲーム的にはいいゲームできたんで、まあ、そこを切り替えて次に向かいたいです。今日はセンターバックでの先発でした。そしてチームは無失点でした。その試合振り返っていかがでしょう。そうですね、まあ1個下がったんで絶対に失点は与えたくなかったし、まあ、攻撃の部分でもしっかり起点になれたらいいなと思ってやったんで、まあ、攻守ともに体張れたし、まあ、よかったです。そこは。それでは次節に向けて一言お願いします。勝ち点3取るために頑張ります。ありがとうございました。